4番柿内春さん、兵庫西宮クラブ。大きな躍進を遂げる高校1年生柿内春。今シーズン初めて成功させた大技4回転トーループ、フリーでは2本組み込む予定です。まずその最初、1本目の4回転、4回転トーループ、トリプルトーループのコンビネーション、降りました、決めました。トリプルループ、場内からは早くも手拍子が起きています。2本目の4回転、4回転トーループ、少し着氷乱れましたが成功させています。こらえました。フライングキャメルスピン、このスピンも今シーズン磨いてきた要素の一つ。トリプルフリップ、トリプルサルコー、ダブルアクセルのジャンプシーケンス、ダブルアクセル、トリプルトーループ、ダブルトーループ、自身の殻を破るプログラムでもあると話します。ステップシークエンス、さあ見せ場、これをシークエンス、最後のジャンプ、トリプルルッツ、足換えのシットスピン、盛り上げます。足換えのコンビネーションスピン、大きなガッツポーズが飛び出しました。場内を大いに沸かせてくれました。柿内春の演技でした。4回転2本、初めて今シーズンフリーに組み込んで、そして見事着氷させました。コーチと抱き合います。
川村さん冒頭の4回転、はい、いや非常に、ね、高さも流れもありましたし良かったと思います、はいはい、この朝の練習でも成功させていたんですよね。そうですね。ただ6分間練習の時にちょっと大丈夫かなっていうところは見えていたんですが、しっかり本番は決めてきましたね。しっかりとこの本番に合わせてきた駆け打ち、そしてこのフリーウェイクミーアップに乗せて場内を沸かせてくれましたよね。そうですね。ステップだったりとかその滑りながら口ずさんでいたっていうのが非常に、ね、印象的ですね。非常に重圧のかかる舞台だと思います。ただその中でジュニアからの推薦出場、このフリー自身も楽しみながら滑っていた、そんな印象です。このステップでも会場を沸かせてくれました。今シーズン初めて成功させたのがこの4回転トーループ。この大舞台でも見事フリーより難しい構成で成功させました。ピースアンドクライの様子です。今シーズンは田中啓司コーチにも教わりながら練習を積んでいます。スケーティングのスピード、そういうところも今シーズンは研さんも積んできました。さあその駆け打ちのフリーの得点、フリーは 126.55、 トータル 187.97。 ジュニアからの挑戦、垣内のフリーの演技が終わりました。